サビクイディスコ監督の碇淳です。副監督の又川大輔です。キャラクターデザインの浅利愛です。よろしくお願いします。なんと、はい、夏チャンネル総動画再生時間が4000時間を超えまして、減る前のおかげだね。ですねそしてビスコが5月18日ニコニコ動画で一挙放送されるみたいなので、おー、すごい。久々に見ようか、全部見ましょうということで、今日は津田さんと斉藤さんの対談第5弾となります。どうぞやんないの俺がやるって言ってませんか。じゃあ気持ちだからやってみるかなと。よろしくお願いします。要は今声優をやっているまでの流れですか結構壮大なことを聞きましたね急に先輩どういう。いや、僕はね、小学校2年の時に、壮大な話すごい、はい、小学校2年の時に校長先生が自習時間来たんですよ、はい、で、将来の夢を書きなさいっつって、で、書いたの、はい、言って書いたんですよ。うわ、すげえ。ところが周り見て、それね、山形のこのね、農家の息子が恥ずかしいと思ったら、かっこ会社の大社長って2つ書いたのところがね、消えないのね、ずっとそのことが。小学校2年で書いたやつって中学行っても高校行っても消えなかったんで、僕公務員になったんですよ。あ、そうなんですか。で、公務員になった時に2部の大学っていうのを行ったんですね、うんうん、で、学生だけのミュージカルっていうのがあって、そのオーディション受けたら通ったんですよ、うん、で、主役やらせてもらって、そしたらカーテンコールやったら相当悩んだんですけど、その芝居自体は、うん、もう本当に逃げようって思ったぐらいなんですけど、その時に公務員だったけど思ったんですよ、カーテンコールやりながら、うわすげえなこの感動、俺役所じゃねえな、役者だな、うん、すいませんいやそれから役者の道って言うんで、大学卒業と同時に文学座っていうところを受けて。なるほど、うん、だから声優さんっていうのは全く、まあ最初はなかったんですけど、うん、11年目っていうか、うん、よく言われたんですよ、3年が我慢してやってみろっていう人もいたんです、うん、先生がね、10年我慢してっていうのにいたんですよ。で、10年というか10年だなって一生懸命やって、どこかで誰かが必ず見てるって言われて、あ、そうだって一生懸命やったんだけど、10年経った時の一言が、誰も見てねえじゃねえかってそうしたら11年目にプロデューサーさん、 NHK のプロデューサーさんが舞台見に来て、役者探してくれてたんですよ、外が吹き替えので。私その時に江戸時代から現代に来たこういう蘭町っていうね、はい、そういうやってて、おんぶされて、あれここどこから始まって、うん、それを見てくださって、うん、今度使うからって言っていただいた。それから声の仕事をやるようになったっていう、壮大な物語を、はい、そういう経緯でしたね。で、今現在に至るっていうことなんですけど、もう全然ないですよね。だからその時に初めてっていうか、うん、小学校の2回かその夢がずっと残ってたからですね。好きなんだなんていうことを、先輩こういうのあるけど行ってみないって言われて、でオーディションに行ったらっていう、そういう流れですね。まあでも、も面白いですね本当ですね、うん、なんか面白かったなと思いますよね、そういう、うん、役所の皆さんも定年でっていうか、ああ、ね、そうですか、定年当然ねなっていますけどね。まあなんか面白いですよ、人生面白いなっていうすいません、なんかとんでもないです、すいません、はい、はい、僕の場合はもともと作る方をやろうかなと思ってたんですけど、映像をで学生時代にじゃあそういうことやろうかなと思ってたんですけど、うまく形にならなくて、でどうしたもんかなと思って、でそれでちょっとした気の迷いで魔が差したんですね。じゃあ役者でもやってみようかな、勉強になるかもしれないしと思って受けたら受かっちゃったんですよね受かっちゃって舞台やりだしたらちょっと面白かったんですよねやばい、これめちゃくちゃ面白いじゃんと思って、でそっから、はい、そっからが地獄の始まりなんですけどはい、
でまあ、あの舞台をあの、まあ、やりつつ、まあ、でもその声優なんていうのは一回も考えてもなかったんですけど、ある日突然オーディションが来て、アニメのオーディション来たけど受けるって言われて、まあ、受けない理由がなかったので、え、アニメですか俺がみたいなあ、じゃあはい受けさせていただきますって言って、それでなんかスタジオオーディションだったんですけど、でスタジオ の, あのドアの前にいると、中で先にやってらっしゃる方がなんかセリフを喋ってて、うわなんかアニメみたいとかって思いながらはい、でなんかあのオーディションを受けさせていただいて、まあ言ってもね舞台しかやってなかったので、まあ、今までやってきたことをやって、そしたら 2,3 日後に、あ、津田君受かったよって言われて、嘘でしょ嘘でしょって思って、それでアフレコなし、あの経験ゼロの状態で現場入ってっていうのが、はい、でそこからまあずっとこう続けさせていただいてるっていう僕の長い長い話でした。本当に難しいですね、うん、舞台はあの自分で覚えてっていうね、いや自分で動いてできるじゃないですか、声だとね、うん、やっぱり声だけって勝負みたいな部分あるでしょ、やっぱりもうね未だに悩んでますね本当にね、うん、どうしたら上手くなるの、お願いします先輩、僕は聞きたいです、お願いします、もう僕は聞きたいです本当に先輩、本当にもうねもがいてますねやっぱりね、いろいろ、うん、そうですね、まあそのアニメーションとか、まあ、にかかわらずあんまりその舞台だったり映像だったり声の仕事だったりっていうのにそんなに線引きはないかなとは思ってはいるんですね、やることは実はお芝居はお芝居っていう、ただその出口が少し違う、うん、かなとは思っていて、ね、それの一番決定的なところが リズムをこっちが持ってないっていうのがやっぱ非常に苦しくて、うん、自分が例えばそのセリフを覚えてその舞台上でやるんだったらもう一呼吸絶対置くんだけどなみたいな、そういう本能的なところじゃないリズムっていうのが結構多いので、そこにどっちかというと自分の、呼吸とか、本能的なものだったり感性だったりみたいなものを寄せていくっていうのがなんかすごくいつもやっぱ難しいなって思ってますね、そこがやっぱ一番決定的に違うかなと思って、だからそういう意味でだから今回のビスコなんかあの、はい、リズムを極限までこっちに委ねてくださってて本当にありがたいですね、そうはい、顔なんだけ口を見せて、はい、いや本当にコンテの時も秒数すごい聞いてやってませんでした、長めにすごい長めに津田さんのためにこう長めに粘るんですよ、短くなったら切るんで大丈夫です本当にありがたいですね、そうですよね長い方が後で大丈夫ですよね、切ればいいみたいな、そうなんです、だから、うん、そこが未だにやっぱすっごく難しいなって思ってますね、あとはまあセリフというものがいかに生きている言葉になるのかっていうのがどうしてもやっぱり、うん、セリフになっちゃう瞬間っていうのがあったりするので、いまだにやっぱ先輩どうしたらいいんですかね本当に何をおっしゃいますかね本当にいやーすごくやっぱいまだにすっごい難しいなと思ってますね、それの脚を重ねても難しいですね、まあ、自分より先輩方は皆さんやっぱおっしゃるので、もう一生ますますっていう感じですかね、すっごい分かります、前はがむしゃらっていうのがあったんだけど、なんでしょうね、なんかがむしゃら感というか逆にちゃんとやんなきゃっていう、だとつまんないですよね、こじんまりとまとまっちゃうとつまんないじゃないですか、でもそこにこう足をねうん、出しそうな部分をどうやってっていうかね、だからやっぱりチャレンジっていうしていかないといけないんだろうなっていうのは、素晴らしいです、いやー本当にもうね本当不器用ですから、不器用ですから、お聞いたことある、不器用であるでしょ、そうです、いやでも本当にそうですね、一周回って、めちゃくちゃ難しくなりますね、さらに、うん、
か一周回ってきてる感じがすごくするんですよね。いろんなことを散々やってきて、シンプルな一言ほどやっぱもともとすごい難しいなとは思ってたんですけど、難しいですね。芝居は本当に難しいです。もうよく分かんなくなりますね、やっぱり。逆に楽しいっていうか、それこそ先ほどのやりがいにつながる感じ。そうそう、うん、楽しい、芝居が楽しいって思ったことって正直ほぼないんですよね。苦しいの方がやっぱり圧倒的に多くて、本当割に合わないんで、若手の皆さん、割に合わないですよ。8、2ぐらいですかね、2割楽しいぐらいで、8が結構やっぱしんどいか苦しいか悩んでるかみたいな。やっぱどれぐらいの割合ですか。いや本当ね、やっぱそうですか。であのだからその喜びっていうのは何かって言ったら、見てくれた人が、うん、よかったとかね、うん、あれあれやってんですねって、よかったですよって、感動しましたなんていう言葉を聞いたら、もう芝居もそうですけど、うん、そのためにやってるのかなっていうふうには思いますよね。それがあるから、確かに、よかったっていうのがやっとね、うん、なんか人にあのそうやって喜んでもらえるっていうのがあるから、また、だってね、本当割り合わないって言ったら、本当こんな苦労しながらっていう ね、まあお仕事そうですね、もう、はい、あのいただけるだけもう本当ね、嬉しいんですけど、やっぱり喜んでいただけるっていう、うん、な何にも増してやっぱり、ああやってよかったなっていうふうに思える瞬間ですかね。あとはだから共演してくださってる方とオンタイムで、あ、なんかうまく言えないんですけど、あ、うまく今のはカチッっていったかなっていう瞬間だったりとか、それってある程度作戦でももちろんいけるとこまではいけるんですけど、でも本当にガチンっていくときってなかなかやっぱりうまくいかないので、そういう瞬間が、はい、そういう交流の瞬間が生まれたのは、生まれた瞬間っていうのは多分他の職業ではなかなか味わえない、変えがたいものだったりもするので、そういうのは2割の中に少ないながらも、でも大きな、はい、2割がその8割をあの凌駕していく瞬間だったりするので、でもこれ役者に限らず、あ、うまそうね、ずっと絵を描き続けてとかね、同じで僕らも できて見た時だけが嬉しくて、あとはもう苦しいし、しんどいですもんね、何枚描くんですかみたいな。そう、恐ろしいから、ね、ずっと嫌だ嫌だ言ってましたよ、ね、しかもね、その積み重ねがね、やっとここの、例えばビスコならビスコに生きるわけで何十年もの、いや、そういう意味では8、2ぐらいですか、やっぱそうですね、8、2ぐらいです。もう9、1か8、2でちょっと悩んだんですけど、夢がなくなっちゃいます。確かに8、2ですよね。すごいいい話聞けましたね、今日は。ずっと聞けますね、これいいですね。どうなんですか、浅見さん。はい、僕らそんな感じで、もうお客さんになっちゃったね。お客さん2人のトークショー聞きに行きたいです。いいですね、なんかしんどいこと多いですもんね。そうですね、やっぱりなんか書きたいものがあるのに書けなかったりするともうわけわかんなくなる。理想の絵みたいなことですか。 ありますね、なんかどうしてもこれにしたいのになんか全然なんか違うなって言って、でなんか聞いたりとかしても感覚とか言われて、感覚ってなんかそれこそわかんないからね。わかんないです。なんか人によってもやっぱり目指すものって同じ絵でも違ったり、そうですよ、10人が多分全部違うと思うんで、結構大変だなって、人によって。リアルだからいいってわけじゃないじゃないですか。そうですか。なんか分かんないけどいいみたいな。結局よく分かんないんですよね。なんでいいのかもよく分かんない。自分が今まで見てきたもので素晴らしいなと思ったものも、結局なんかいいんだよ。そうなんですよ。もちろんリズムでいろいろね、見続けはできるんですけど、最終的にはやっぱりいいものはいいんだっていうのを。そうなんですよね。そうすると何のためにやってんのかなみたいになってくるんですよね。